デゴ計5、シギサン電鉄デゴ計電車は、シギサン電鉄が鉄道専用として、1930年の開業に合わせて製造した電車である。日本車両製造で5から7の3両が製造された。シギサン電鉄の鉄道線は、平館線とはいうものの、山麓からケーブルカーで登山した、山上領域に付設された特殊な孤立路線で、一般鉄道としては、起伏が激しく、 勾配も厳しいものであった。そのため同社は、車長14メートル程度と短いものの、ブレーキには、通常のものの他に線路にブレーキ周を押し当てて、停車する、カーボランダムブレーキを非常用に搭載していた。また、台車もフレームがいいもので作られていて、軸箱の両側をバネで押さえる構造になっていた。窓については、下部は角張らせたが上部は丸みをつけた。 いわゆる、ニコニコ窓の車両である。開業にあたっての入船時には、工作船を利用し山上まで引き上げる措置が取られた。で、6は1937年、走行中に谷底へ転落する事故を起こして大破し廃車となった。残り2両は、鉄道線の休止まで使用され、休止後は、工作船を使用して、山を降り、南大阪線に転じた。この時、 形式はも5251型と改められた。その後1946年に伊賀線に再び移動し、台車を打者発生品の通常型エコライザー式に交換して1977年まで同線で使用された。当時の伊賀線では荷物室を持たない唯一の車両であった。廃車届は1953年10月1933年。 以降の記録には、レボ5の、表記ありナンバーに、車両旧車の件及び、旧車車両使用開始の件、第1問、監督、2、地方鉄道、い、免許、杉山急行電鉄、昭和8年昭和17年。ありがとうございます。